3月14日にデリフト工科大学で焼かれたパイ演習率の日は演習率に由来する記念日で基本的に3月14日である。このほかいくつかの演習率近日の日がある。3月14日は多くの国で3から14の順に表記され演習率の小数表記3.14159265の上3桁に一致するため演習率の日とされる。 通常はこの日の1時59分か午後3時9分にこの日を祝う。この2つの時刻は数字で表記するとそれぞれ1時59分と15、9であり、日付の3.14と合わせて演習率の最初の6桁を表している。この日の祝い方には様々な方法がある。ある団体は世の中における演習率の役割を考え演習率が存在しない。 世界について考える。また、パイを食べる、映画、パイを見るなど、パイに関する行為で祝う人たちもいる。一部の学校の数学科ではこの日に、パーティーが催されることもある。2009年には、アメリカ合衆国会員で2009年3月14日を全米演習率の日とする決議案が可決された。この日は、アルベルト・アインシュタインの誕生日であり、日本では1997年に、 日本数学検定協会によって数学の日にもなっている。1592年3月14日6時53分58秒は究極の演習率の日と呼ばれることがある。この時間をアメリカ式で記述すると3、14、1592、6、53.58となり演習率の上12桁に一致する。ただし実際は当時得られていた。 演習率の値は、少数で3.141592653であり、アメリカ合衆国は存在せず、アメリカ式の日付表記が、世界のどこかで行われていたかはっきりしない。また、当時は、歴法がユリウス歴からグレゴリオ歴に変わった直後であり、また人々の演習率に対する関心があまりなかったと考えられるため、 この日はあまり注目を浴びることはなかったと考えられる。ISO8601 準拠の公順の日付表記をするならば、3141年5月9日2時6分53秒が円周率の上10桁に一致する。円周率近日の日と呼ばれる日はいくつか存在する。ありがとうございます。